チスのフレライでのラストを飾りますジェルティーネ・サックスアンサンブルです。アンサンブルはみんなで息を合わせて演奏することが難しいのですが、これを克服するため一生懸命練習をしています。本日はストレートのソプラノサックス、カーブドソプラノサックス、アルトサックス、テナーサックスの4種類のサックスを使って演奏します。お願いいたします。